大阪日日新聞は、大阪府の町間専売の地方新聞。鳥取県に本社を置く新日本海新聞社から発行されており、発行部数は5478部。1910年に帝国新聞として創刊し、1912年に現在の第号となる。1942年太平洋戦争による新聞事業令に基づく新聞統制に伴い、夕刊大阪新聞に統合し休刊。1946年には夕刊専売紙として復活した。同年より毎年夏に花火大会などのイベント、水都祭を主催。高度経済成長時代に突入した1960年代後半から80年代には、帰宅途中のサラリーマンに照準を絞りゴシップ記事、風俗、スポーツギャンブル関連の記事を多く掲載。1983年から1991年までは、大字をカタカナの日日としていた時期もあった。1991年10月から方針を転換し、大阪日日新聞の大字を復活したが、ライバル紙との競合により、発行部数は大幅に落ち込み、さらにバブル崩壊による関連事業の収支悪化が追い打ちをかけたことで、経営が立ち行かなくなり、2000年8月23日に鳥取県で日本海新聞を発行する新日本海新聞社に救済される形で買収された。買収に伴い、編集局を新日本海新聞社大阪支社に統合。紙面の編集、制作、印刷を鳥取県で行い、大阪までトラックで輸送している。夕刊紙からリニューアル、同年10月より、朝刊による地方新聞に転換した。この経営統合の4ヶ月前の2000年4月、新日本海新聞社は、兵庫県内の取材強化の目的で、姫路支社を開設し播磨版を創刊したが、わずか半年で廃刊。閉鎖された姫路支社のスタッフが、大阪日日新聞のリニューアル業務に移行された。2002年11月、運営会社の社名を、株式会社大阪日日新聞社から株式会社ザプレス大阪に変更。2008年2月1日、ザプレス大阪は新日本海新聞社に吸収され、同日より発行元も新日本海新聞社大阪本社となった。合併後は日本新聞協会には本紙名義では個別に加盟せず、母体紙の日本海新聞が代表して加盟している。2014年4月14日、新日本海新聞社の傘下となって、以来の本社を大阪市中央区馬喰町から大阪市北区中津の新社屋に移転した。なお、三重県伊賀市に本社を置く製薬会社、日日製薬は新日本海新聞社傘下に入る前のグループ企業であったが、現在は無関係である。夕刊紙の時代から、大阪府全域と京阪神エリアの駅売店やコンビニエンスストアでの即売が主であり、現在も一部の私鉄駅の売店やコンビニにとどまり、JR 西日本の駅の構内キオスクやハートインでも扱っていない。宅配は全国紙の宅配所に委託している。2000年10月の朝刊紙への移行後、当初は鳥取県の日本海新聞本部で印刷、編集してから新聞をトラックで大阪まで配布ため時間がかかり、宅配、即売エリアともに大阪市内の中央の数区に限られていた。その後、配送ラインの整備により大阪市全域に拡大。2003年に大阪市の周辺に広がり、現在は大阪市、吹田市、豊中市、池田市、守口市、東大阪市、箕面市地域が宅配エリアとなっているが、鳥取県で編集。印刷する事情により、プロ野球の試合が長引いた場合、試合結果は1日遅れて翌日付の紙面に掲載される。一面の新聞名、大字の横は、即売一部入りの定価がカラー付きで掲載されている。消費税込み新聞定価を2014年4月1日の消費税率改定に伴い、即売一部90円、月決め1ヶ月2050円に値上げ。2019年10月1日の消費税率の再引き上げに伴い、宅配に変更ないが、駅、コンビニ即売は100円、分に変更された。即売の10円値上げについて、カラー増ページや電子版アプリ導入などのサービスの充実を図りつつ、様々な合理化、経費削減に努めたが、流通経費や新聞制作費用が年々増加しているためと説明している。かつての定価は、親会社の日本海新聞とともに、これまで全国各地の一般紙の中で最も安い新聞と宣伝していた。一時、産経新聞社が長官誌、産経エクスプレスを月決め1680円で発行し、最安値ではなくなった時期もあった。ただし、日本新聞協会非加盟の日刊地域紙まで含めると、月決め600円の稚内プレスが最安値である。かつては公式サイトの媒体概要にて発行部数について、現在の発行部数11万部は糸口についたばかりのスタート時点でありますと、実態と十数倍の乖離がある誇大な記述を行っていたが、新日本海新聞社への合併後は、当該部分が現在の発行部数7750部は、と ABC 協会の発表数値を用いた表現に修正された後、発行部数に関する記述そのものが削除された。なお2021年現在は実売で約5000部まで落ち込んでいる。地方版は計3ページで構成され、第三者界面と連動した見開き型で大阪のローカルニュースを中心とした地域総合面、地域のコミュニティ情報に特化した大阪ワイドからなる。また、大阪タウンの隣のページも日によって連動した特集コーナーが掲載されている。連載キャンペーンとして2004年度には、なくせ、大阪ワースト1を掲載し、ひったくり犯罪、児童虐待、車上嵐、放置自転車、ホームレス対策、ストーカー、大和川の水質、結核、労働災害など、大阪府に関連する話題を取り上げた。2005年度は、阪神、淡路大震災から10年目や、2004年が新潟県中越地震や台風等の自然災害が多発したことを受けて、防災上の注意点や問題点について検証したり、被災地の現状や、そこに住む住民など関係者の証言で構成する、忘れたら、あかん。今大阪に迫る災害。日本海新聞との共同企画により、日韓友情年にあたって、日本と韓国、北朝鮮の交流やその課題についてレポートする、波頭を超えて日韓、日朝は、今から、を掲載した。また、大阪市職員の厚遇問題に鑑み、それらの問題点を追求し市民や、大阪市会議員らの意見をまとめた、大阪市どないなってんれん。と題したキャンペーン記事を同年1月27日付から、随時掲載している。2003年度から2005年6月まで、毎週木曜日の最終面に大阪府下各地の振興町会を取材したトーンオーケストラ輝く街というカラーグラフ連載を掲載した。紙面の一部は日本海新聞と共有している。4コマ漫画は朝刊紙になった2000年10月から2009年3月まではごきげんさんが掲載されていたが2009年4月よりゴンちゃんが掲載されている。週刊大阪日日新聞は、大阪日日新聞の姉妹誌として2005年11月12日に創刊された週刊フリーペーパー。発行部数は約14万7000部。子会社の株式会社週刊大阪日日新聞社が毎月第 2.4 土曜日発行。原則として対象地域の各市、区の全戸に発行する週の金曜日に無料配布されるが、日刊紙の定期購読者は発行する週の土曜、日付朝刊と一緒に織り込まれる。普通の新聞と同じサイズになっている。配布エリアは大阪市内北東部版が都島区、城東区、旭区、鶴見区。北版は北区。京阪版は守口市、門真市。紙面の内容は大阪府、大阪市のニューストピックスに大阪市内のタウン情報や親会社の日本海新聞社本部がある、山陰地方の観光情報、求人情報など、ありがとうございます。